私は詩人今村金次さんの詩集コーヒーカップの耳を読んだんです。今村さんはお父さんの病気で高校を入学して1ヶ月で中退、いわば中卒で家業の小宮さんを継いで49歳で廃業された。52歳で喫茶店を開業してただいま69歳と後書きにあります。22年前に初めて詩集を出されて今度で4冊目ですが、経営される喫茶店のカウンターに座ったお客さんたちからの聞き書き詩集です。それですからコーヒーカップの耳なんですね。ボート協定という詩があります。子供の正月の服買う金持ってボート行きましてんがな、増やして帰ろう思て、今日は絶対に勝てる思いましてんがな、せやけどやっぱり負けて住めんでは帰れまへんがな、焼酎飲んで酔っ払うて帰りましてんけど、かかにどない言われるやろ思ったら戸を開けられしまへん。まあここまではアホなおっさんのよう聞く話です。子供の正月の服買う金ですよ、それが負けて住めんでは帰れん、容易ならざる当たり前の女王の告白です。しかし死になるにはその上をさらに超えんといかんのですね。今村さんのこの詩はですからこう続くんです。かかにどない言われるやろ思ったら戸を開けられしまへん、ほんで一時家の前で大声出して暴れてガラス叩き割ってかかビビらしといてから入りまんねん。かかビビらして入るって苦肉の策やけど、アホなおっさんのしかし正直で小心で申し訳なさの反対の暴力で自分を笑いかかにあす顔がのうて子供に謝ってるんですね。人間の悲しい差を捉えて超えた、超えましたから切ない詩になったんです。